私、妖怪づくしというサイトを運営していたのですが、データを置いていた OCN が、ホームページサービスを辞めてしまいました。十数年育て上げたサイトなわけで、いろいろリンクが貼られていたわけで、検索にも引っかかりやすい状態だったわけで。まあ辞めてしまうなら仕方ないということで引っ越しすることに。新しい場所は、ネットオールという場所。これで、安住の地を得たというわけで安心していたのですが、今度は、画像ファイルを置いていた別のサーバーが削除されてしまい、画像が表示されなくなってしまうという状態に。 サーバーに数年ログインしなかったのが原因なのか。というわけで、画像もネットオールに持ってくることにしました。なぜ持ってこなかったかというと、画像リンクの修正が大変だからです。なんか一括でリンク修正できないものかと思ったら、そのものズバリがありました。検索して置き換えることができるのです。しかもフォルダ単位でできたりする。これで、かなりの手間が省けたのですが、手作業で修正しなければならないところもあり、一つ一つ修正しました。 いかんせん数が多いので大変でした。絵にマウスカーソルを置くと絵が拡大されるようにしていたのですが、どうも不具合が発生しやすいので、この機会に削除しました。そして、ネットオールだけの妖怪づくしの誕生です。ネットオールが存在する限り、妖怪づくしもネットに存在し続けます。まあサーバーを映ることになっても、一括でリンク修正する技を覚えたので簡単に引っ越せます。では色い々ろいろ見てみましょう。 自己紹介をクリックすれば自己紹介が。YouTube をクリックすれば私のチャンネルが。ブログをクリックすればブログが。グッズはメンテナンス中。これはしばらくメンテナンス中で下には PC の壁紙を用意。 壁紙の下は、妖怪系のものを揃えたアマゾンショップ。そして、いよいよ妖怪への場所です。左の妖怪名をクリック。ちゃんと絵が表示されました。 まあこんな感じで、いろいろな妖怪がいます。その数、602体、よくもまあこんなに描いたものです。今なら、こんな感じに、ミニカーの画像をアップロードするかな。こういうデータベースっぽいのを作るの好きなんだよね。当時は、YouTube でミニカー動画を上げるなんて、発想はなかった。妖怪サイト、妖怪尽くしの紹介でした。サイト内で、おかしなリンクがあったら教えてください。